ラシュトは、イラン北西部の都市で、ギーラーン州の州都。バンダレ・アンザリー経由のカフカズロシアとイラン間の交易における、中心地の一つであり、観光の中心ともなっている。ラシュトの人口は2005年の統計で56万123人で、ある。ギーラキー語の話者300万人以上のほとんどが、ギーラーン州に住む。ギーラキーは、 インドヨーロッパ語、イラン語派の内北西イラン語に属する。北西イラン語はギーラキー及び、ギーラキーと密接な関係を持つ、マーザンダラン語から構成され、ギーラキーは、さらにビエパスとビエピーシュの2方言に分かれる。ビエピーシュ方言は、ラーヒージャーンや、ラングルードなど、ギーラーン東部で話されるのに対し、ラシュトや、フルマーンなど、 セフィード側より西で話されるのがビエパス方言である。ギーラキーは口頭言語であって、イランにおける公用語とはなっていない。ラシュトの名は、おそらく、ロスタムに由来するものである。ロスタムは、現在のマーザンダラーン州域で、白い悪魔を相当したとされる。ギーラキー語やペルシア語、タリーシュ語を話す人々がいる。 ラッシュとの古いモスクラッシュとの文献資料上の初見は682年であるがおそらく町の歴史はそれより古くサンサー・ナサの時代にはこの地に都市があった近代にはロシア帝国のピョートル大帝やイギリス軍が進駐した町であるイラン立憲革命ではラッシュと放棄を通じて大きな役割を果たした2018年ラッシュとでキリスト教会を 巻き返していたユセフ・ナダルカーニとその妻ファーティマ、パサンディデフ、及び、教会員3名が、2019年に、教会員9名が逮捕された。彼らは、国家の安全保障に反する行為及び、シオニズム及び、キリスト教の推進の罪で、懲役刑を宣告され、テヘラン移民刑務所で服役した。ナダルカーニは19歳で、キリスト教徒となり、妻もイスラム教から、 キリスト教に改修している。夫妻は、自身の二人の男の子が、キリスト教徒として認められる権利を求めて10年、以上戦った。子供たちは、イスラム教の授業を受けることを拒否したため、学業修了の証明書発行を拒否された。ラッシュド、イラン、クライメート、グローバルウォーミング、アンドデーライトチャーツアンドデータ、リトリーブドオン、ジューン16。 2013クライマトロジカルノームズオブイランシノプティックステーションズリトリーブドオンセプテンバー12 2011プリズナーアラートユッサフネダルカニ www.prisonernlert.com 2020年9月28日閲覧プリズナーアラートアブデルレザハ w w w p r i s o n e r a l e r t c o m 2020年9月28日閲覧ありがとうございます。